黒子のバスケスペシャル CD ドラマ。お好み焼き食べないか？最初はグーじゃんけんぽん、よっしゃー3連勝。残念だったな黒子、見事に1人だけ負けたな。じゃあ黒子くん大変だとは思うけど鏡くんをおんぶしてね、よろしく。はあ、では鏡くん乗ってください。お前乗ってくださいって監督さすがに無理じゃねえすか。でも鏡くん自分じゃ歩けないんでしょ。途中で入れそうな店があったらそこで休憩するから、ここは黒子くんにも頑張ってもらいましょう。いやでも俺こいつより背もでかいし、ただでさえこいつひょろいし、俺をおんぶなんてできそうにないじゃないですか。僕だっておんぶぐらいできます。23歩ぐらいは余裕です。いや23歩じゃ意味ねえだろ。無理すんなよ黒子、習得戦の疲れがあるのにお前が俺をおぶれるわけねって。自分で歩けもしない人に言われたくないです。お前なあ、もういいからさっさとおぶれ黒子、雨の中俺たちを待たせるなとキャプテンも言ってます。ったく仕方ねえ、頼むぞ黒子。できるだけ頑張ります。消極的なのか積極的なのかどっちかにしろ。いらっしゃい。助かった入れそうな店があってよかったな鏡。黒子てめえ覚えておけよ、こら雨ん中落としやがって。すいません重かったんで。お客さん何名さんで？15人なんですけど。ありゃ多いね。ちょっと席足りるかな。詰めれば大丈夫じゃねえ座敷の席取っていい？ちょっと待って、こうが座るの早っ。もしあれだったら相席でもいいっすよ。俺たちのテーブル椅子2つ空いてるんで。ああどうもすいません。あっな、千世と笠松呼び捨てかおい。ちっす、なんでここに？おたくらの試合目にね、決勝リーグ進出おめでとう。ああどうも。おや、お客さんらお知り合い？じゃあ相席でお願いします。奥の座敷とちょっと離れちゃうけどこっちの相席2席でどうぞ。ありがとうございます。じゃあみんな適当に座ってくれ。はーい。もう座ってるやつが何言ってんだよ。吉瀬、もんじゃ食わねえのか？いや食いたいっすけど、なんなんすかこのメンツは。よりにもよって相席は黒こっちと鏡っちって。それと鏡っちなんでドロドロなんすか？あぶれたんだよ、泥はほっとけよ。あと何々っちつけんの？食わねえと焦げんぞ。もんじゃ焼きも美味しそうですね。ああこの店の結構いけるぞ。お好み焼きもうまかった。そうですか、悩みますね。黒こっちってどんな状況にもすぐ対応できるっすよね。飲み物もらった？認めのウーロンハイがまだだって。すいません、ウーロンハイってはい？ヒューがそれいただき、ウーロンハイではい？いやはいウーロンハイの方がいいかな。伊月今それうざい。それよかこが何酒頼んでんだよ。俺じゃないよ、認めだって。認め思いっきり首振ってんじゃねえか、しょうもねえ嘘つくな。チェーアメリカンジョークなのに全然アメリカンじゃねえ。ちょっとそれで飲み物は揃ったの？ああ揃ったみたいだね。そうじゃあ日向君乾杯の温度よろしく。ああ今日はみんなお疲れさん。でもまだ決勝トーナメントが残ってるし引き続き頑張るぞ。おーよし、じゃあ乾杯。すいませんおっちゃん2人あえてえ緑間と高尾。セイリンさんご一行様だ。なんでお前らここに？つか他は？いやーしんちゃんが泣き崩れてる間に先輩たちとはぐれちゃって。おいでついでに飯みたいな。店を変えるぞ高尾。おい外はこんなところで飯など。なんだ今のは。猫が飛んでいった。そりゃ猫だって飛ぶよ、あの風だぜ。だが猫だぞ。猫でも犬でも飛ぶって。ともかくちょっと雨宿りしていかないと。あれもしかしてあの人どうしたの？おい高尾、もしかして会場の笠松さん？なんで知ってんだ？月バスで見たんで。全国でも高ポイントガードとして有名じゃないですか。そりゃどうも。同じポジションとして話聞きてえな。ちょっと混ざってもいいですか？え？てか正直今祝勝会的なムードだったんだけど、いいのか？気にしない気にしない。作家様さん奥の座敷へ。ああいいけど。あれお客さんたちまたお知り合い？じゃあすみません、相席でお願いします。はい、じゃあしんちゃん笠松さんと席取っ替えてここ座りな。何？なんで緑マッチがこのテーブルに？とりあえず何か頼みませんか？お腹が減りました。ああ俺も結構いっぱいだから今食べてるもんじゃだけでいいっすわ。よくそんなのようなものが食えるのだよ。なんでそういうこと言うっすか。あ、注文お願いします。イカ玉、豚玉、ミックス玉、タコ玉、豚キムチ玉、じゃが玉。何の呪文っすかそれ。頼みすぎなのだよ。大丈夫です、鏡君一人で食べますから。本当に人間か。ちょっとちょっと、黒子君たちの席超ワクワクするわね。緑間、キセ、黒子に鏡か。そうかんだな。お前これ狙ってたろ。まさか。さて俺は何頼もうかな。あ、セリーさんは何頼みます？いろいろ頼んでシェアしますか。うんそうね。っていうかあんた溶け込むの早いわね。いや緑間と付き合うにはこれぐらい柔軟じゃないと。そうなの？あいついろいろこだわりありまくりだから。そうなんだ。はい、お待たせしました。イカ玉、豚玉、ミックス玉、タコ玉、豚キムチ玉とじゃが玉2つとトッピングの餅です。おお、来た来た。さあ食うぜ、食ってやるぜ。鏡君まず焼かないと。待ってるよそんなこと。誰が生で食うか。すいません、今にも生で食べる勢いに見えたので。お前の中の俺の認識ってひどくない？そんなことはないと思います多分。おい緑マッチも焼いたらどうすか。試合して腹減ったでしょ。ふん、こんな席で食欲など。まあまあほら俺が代わりに焼いてあげるっすから。おい遠慮しない遠慮しない。おいキセ君、これ緑間君が頼んだトッピングの餅です。これも入れないと。了解っす。トッピングまで頼むなんてやっぱり腹減ってるんじゃないですか。じゃあ餅投入しまーす。なんすか、どうしたんすか緑マッチ。貴様なんてことをしてくれたのだよ。え、あ、俺なんかしたっすか？今しただろ、一番してはいけないことを。え？キセ君何をしたんですか？してないっすよ、黒こっちだって俺のこと見てたでしょ。はい、ですが緑間君があまりにも怒っているので僕の見えないところで何かしたのかと。見えないところって隣に座ってんのに何ができるって言うんすか。で何したんだよキセ。だから何もしてないっすよ。しただろう、今貴様は餅をお好み焼きに入れた。え？だからお前は今トッピングの餅をお好み焼きに入れたのだよ。それが何かありえないのだよ。餅はお好み焼きとは別に焼き、頃合いを見て投入するものなのだよ。え？はあ、くったらね。別にそんなのどうでもよくねえか。鏡、お前は本当に分かってないな。ああいいか、お好み焼きにはそれに適した焼き方というものがある。特にトッピングの餅やチーズなどはその投入タイミングが味と食感の決め手となるのだよ。別にいいじゃねえかそんなの。お好み焼きって言うんだから好きに焼けばいいだろ。腹に入ればみんな一緒になるんだからよ。これだから雑な人間は嫌いなのだよ。んだと雑な人間って俺のことが。まあ大体合ってます。繊細な人間でないってことは確かっすね。何なのお前ら、どっちの味方？俺はいつでも正義の味方っす。キセ君そのギャグ寒いです。え、ダメっすか？緑間君よかったら僕のお好み焼きの種と交換しませんか？何？僕まだ焼いていないのでこれを緑間君にあげます。頼んだのは同じものですから。何のつもりだ黒子。せっかくなので緑間君流の美味しいお好み焼きの焼き方を知りたいなと思ったんです。はあ、俺も緑マッチの焼き方知りたいっす。ふん、仕方ないな。よこせ黒子。どうぞ。どんだけ上から目線なんだよ。雑な人間は黙っておけ。なんだよこら。ではこれからお好み焼きを焼き始める。お願いします。手術みたいっすね。お好み焼きを焼く上で大事なことは素早い手さばきにある。程よく熱した鉄板に素早く種を広げる。だがこの時あまり種を広げすぎてはいけない。均等に丸くある程度の厚みがある方が美しく食欲をそそる。そしてクライマックスはお好み焼きをひっくり返す時だ。程よく片面が焼き上がった頃合いを見計らってひっくり返す。これが大事なのだよ。そして裏面を焼き上げた後はソースマヨネーズをかけ青のりと鰹節で完成だ。鰹節のくねり具合が食欲を刺激すること受け合いなのだよ。どうだ、分かったか黒子。はい、緑間君が不器用だということがよく分かりました。なんでそうなる。いや、誰が見たってそうなるっすよ。口で言ってる割にはお好み焼きぐちゃぐちゃじゃねえか。形も丸どころかいびつだし、ひっくり返す時にバラバラになっちまってるし。こういうのは意外と難しいものなのだよ。緑間君、意外と口だけですね。何緑マッチ、落ち着いて。楽に焼いてこうぜ。お好み焼きなんだからよ。厚みとかトッピングとかんなの適当でいいんだって。よっと、こういうのはちゃんと焼けりゃそれで十分だろ。手際がいいですね、鏡君。あ、マジ綺麗にお好み焼きが焼けてるじゃないですか。厚みも均等だし、何より形がちゃんとした丸になってるっす。そうか、これぐらい普通だろ。いや、普通に焼けない人の前でそれ言っちゃダメっすよ。キス、そこまで言うならお前が焼いてみろ。え、なんでそうなるんすか。ほら、俺結構腹いっぱいだし、これ以上お好み焼きなんて入らないっす。だったら俺の頼んだやつ焼いてくれよ。まだ結構あるぞ。なんでここでそういうこと言うんすか。じゃあ僕がやってみます。え、鏡君のを見ていたら僕にもできる気がしてきました。はい、じゃあこのタコ玉焼いてくれよ。わかりました、やってみます。よっ、無理でした。見りゃわかるわ。ひどいぞそのひっくり返し方。緑マッチに勝るとも劣らないバラバラ具合っすね。おい、不思議です。鏡君を見ていたらできるような気がしたのですが。ふん、見るとやるとでは大違いなのだよ。お前が言うなよ。ちょっと日向君、何か話題ってなんで。このテーブルだけ変な沈黙続いちゃってるじゃない。そりゃそうだろう。笠松と高尾と監督と俺で何話すんだよ。共通の話題ぐらいあるでしょ。いい加減気まずいのよ。そう言われても。何それ、おっさんのスピーチ。ちげえよ。あと、じゃあ笠松さん。そのキャプテンとして気をつけてることってあるんすか。唐突だな。まあ、なんとなくせっかくだしみたいな。でもキャプテンか。チームによって違うだろうけど、メンバーにはやりたいことをやらせて、でも最終的に統率を取って勝つことだろうな。やりたいことをやらせる、チームのバランスを取るってことだよ。特に今年うちは規制が入ったから。ああ、奇跡の世代が入るとね。奇跡の世代の名は伊達じゃない。突出するプレイヤーはチームの薬にも毒にもなる。そこのバランスをちゃんと取ることが大事だと思ってた。思ってた。最近ちょっと変わってきたんだよ、規制のやつ。え、ちょっとずつだけどな。で、そういうとこ習得はどうなんだ。あれ、そこでこっちに話振ります。奇跡の世代を獲得したのはそっちも同じだろ。いろいろ大変なんじゃないのか。まあそうっすね。緑間は協調性ゼロだし。ああ、それは今日の試合でよく分かった。でも実際あいつがすごいことはみんな知ってるから、キャプテンがバシッとまとめてる感じっすかね。キャプテンの統率力か。ああ、あとうちの場合は監督が緑間の勝ち取りしてるかも。わがままは1日3回までとか。わがままって監督による舵取りってあれ監督、何やってんの。私のことは気にしないで真面目トーク続けて。お好み焼きは焼いとくから。焼いとくから。こういう他校との情報交換って大事よ。じゃんじゃんやって。お好み焼きは私に任せておけば大丈夫だから。一番大丈夫じゃない。よし、もう食べても良さそうよ。さあ召し上がれ。監督、いや悪いっすね、監督さんに焼かしちゃって。いただきまーす。高尾、やっぱ女の子に焼いてもらうと。おい、どうした高尾。顔が青く、あ、いや赤く、はっ、黒くなった。おい、大丈夫か。なんで倒れるんだよ。何、どうしたの。喉に詰まった。監督、店の人に飲み物の追加頼んできて。ウーロン茶2つ大至急。分かった。ヒューガ、追加注文するなら。あれ、なんで高尾が倒れてんの。日月、ヤバいことになった。監督がお好み焼きを焼いちまった。それはまずいな。まずいだけにまずいな。ちなみに今のは味覚のまずいと状況的なまずいをかけて。ダジャレはいらねえから。おい、どういう意味だ。うちの監督すっごい料理下手なんです。料理下手って、お好み焼きは焼くだけだろ。その状況でも奇跡を起こしちまうのが料理下手のすごいところなんだ。とんでもない奇跡だな。でどうすんだ。監督のお好み焼き食べる。正気かヒューガ。ああ、だって監督超こっち見てるし、わざと遠ざけたのに。見てるな、期待っつうか監視的に。しかし人が失神するほどのお好み焼きを食べる気には。大丈夫、俺に策がある。おい、コガ。何、ちょっと来てくれ。何かよヒューガ。このお好み焼き食べないか。俺たちもうかなり腹いっぱいなんだ。いいの。いる。押し付けた。キャプテンには時として残酷な判断を下さねばならんこともあるからな。じゃあお前んとこのテーブルに持ってってくれ。できるだけ急いで。あ、分かった。ちょいヘラ貸して。ああ、ほらこの皿も使っていいぞ。いらないよそんなの。ヘラがあれば十分。いらないってどうやって持ってくんだ。それはね、こうやってお好み焼きの下にヘラを入れて。ミトベー、行くよー。おい、お好み焼きを投げた。バカ、2つ隣のテーブルに投げるなんて何考えてんだ。平気だってミトベだし。答えになってない。なんだ今の。さすがミトベ、飛んできたお好み焼きをヘラで見事に受けて鉄板に着地させるとは。ミトベはこれくらい朝飯前だよ。じゃあありがとねヒューガー。ちょっと今の何。お好み焼き投げるなんて危ないじゃない。いや俺は止めたんだが小金井が。もうやめてよねそういうこと。あと、はい、これウーロン茶。ああ、悪いな。ちょっとヒューガー。どうしたコガ。なんてもんくれるんだよ。一口食べたら土倒れちゃったじゃんか。倒れた。なんで。バカコガ、これ返すから。まずい、鉄板じゃなく高尾に落ちる。シャキーン。すごい。何今の。飛んできたお好み焼きを高尾くんがヘラで受け止めて鉄板に見事着地させた。すっげえ。間一髪。高尾気がついたんだな。なんか身の危険を感じて。でも今のすごかったな。目を覚ましたかと思ったら的確にお好み焼きをキャッチして受け流してた。俺もホークアイがこんなところで役に立つとは思わなかったわ。伊月、どうしたコガ。お前も空中でお好み焼きキャッチしてみせてよ。何言い出すの小金井君。ホークアイにできたんならイーグルアイでもきっとできるよ。どういう理屈だよ。いいからいくよ。バカやめろ。まだありゃ。なんか向こうの座敷にぎやかっすね。あれ、緑町全然食べてないじゃないですか。ほら焦げるっすよ。食べる気になるはずないだろう。まだこだわりがあるんですか。お好み焼きだってお店の人に焼いてもらったし、トッピングだってバッチリでしょ。お好み焼きのことはもういい。じゃあなんすか。キセ、今日何があったと思ってる。ああ、そっか。まあ負けて悔しいのはわかるっすけど、ほら昨日の敵はなんとやらっす。任されたのはついさっきなのだよ。むしろお前が平気そうにしている方が理解に苦しむのだよ。一度負けた相手だろ。そりゃ当然リベンジするっすよ。インターハイの舞台でね。次は負けねっすよ、キセ君。望むとこだよ、キセ。前と少し変わったの。そうっすか。目が変なのだよ。変？まあクロコッチたちとやってから前より練習はするようになったっすかね。あと最近思うのが、会場のみんなとバスケするのがちょっと楽しいっす。どうも勘違いだったようだ。やはり変わってなどいない。戻っただけだ。3連覇する少し前にな。けどあの頃はまだみんなそうだったじゃないですか。お前らがどう変わろうが勝手だ。だが俺は楽しい楽しくないでバスケはしていないのだよ。お前らマジごちゃごちゃ考えすぎなんじゃねえの。楽しいからやってるに決まってんだろ、バスケ。なんだと。何も知らんくせに知ったようなことを言わないでもらおうか。お好み焼きが飛んできましたね。何冷静に言ってんだよ。ごめんしんちゃん、大丈夫？とりあえずその話は後だ。高尾、俺が行くまでそこを動くな。ありあり。店長、しんちゃんなんでお好み焼き持ってきてんの？なんで振り返る？ああ、緑マッチってば。さっきのことですけど、鏡君の言う通りです。今日試合をして思いました。つまらなかったらあんなに上手くなりません。だな。鏡危ない。すごい。またお好み焼きが飛んできて振り返った鏡君の顔にヒットしました。クロコッチはいっつも冷静っすね。おい誰だ今投げたやつ。わかんない。みんな投げまくってるし。ちょっとみんないい加減にしなさいよ。緑間てめえか。バカな。なぜ俺が。俺の方がお好み焼き焼くのがうまいからひがんでんだろ。何、この俺がひがむだと。誰が貴様などに。すげえ。スリーポイント並みにお好み焼きが高く弧を描いて飛んでいく。確かにすごいです。鏡君の頭の上にお好み焼きが見事に着地しました。この距離で俺がシュートを外すわけがないのだよ。やってくれんじゃねえか緑間。クロコ行くぞ。僕もですか。当たり前だろ。クロコ発生。行きますよ鏡君。よし食らえ緑間。おお、クロコのパスを鏡がヘラで打った。すっげえ。ちゃんと緑間に向かっていく。それぐらい簡単に避けられるのだよ。笠松先輩。ひどい。緑間君が避けるからお好み焼きが笠松さんを直撃したじゃないですか。俺のせいっぽく言うな。笠松先輩大丈夫ですか？このハンカチ使ってくださいっす。キセ。はい。やられたら倍返しは基本だよな。それはちょっと。キャプテンの命令だ。行け。はい。俺たちも行くぜ黒子。よし俺も負けないぜ。イーグルアイはこういうことに使うもの。高尾手を抜くなよ。ヘイヘイだ。キセ、誰でもいい動きをコピーしろ。そんな無茶苦茶な。で監督のお好み焼きはどこに。ちょっともういい加減にしなさい。お好み焼きを何だと思ってるの。確かにちょっとこの状況は良くないですよね。うわ、クルコ君いつからそこに。割と前から。ああそう。ああもうなんとかならないのこれ。終わらせる方法が一つだけあります。こうすればいいんです。何？クロコが俺の投げたお好み焼きの軌道を変えた。軌道を変えて鏡っちの口に投げ入れたっす。完食でクロコ何してるの。またクロコが鏡にパスした。しかも正確に鏡の口を狙っている。どういうつもりだ。そうか、お好み焼きを食べ尽くせばこの不毛な争いは終わるってわけね。なるほど、考えたなクロコ。そんな終わり方俺は認めないのだよ。そうはさせません。何、突然現れたクロコッチが緑マッチのお好み焼きの軌道を変えた。今のはミスディレクション。クロコはマジで全てのお好み焼きを鏡へと仲介する気だ。ミスディレクションまで使われたらどこからパスカットされるかわからないじゃん。どこまでも本気だな黒子。つかこの狭い空間で人知れず移動する黒子が怖い。え、だからどうしたというのだよ高尾。よっしゃ黒子風刺は俺に任せろ。翡翠俺たちも負けるわけにはいかないぞ。勝ち負けってあるんすか。黒子にお好み焼きを取られるな。黒が人の話を聞け。はい。おお、やけに素直じゃねえか。ちょうどお好み焼きがなくなったので。え、そうなのか。なんてやつだ。あれだけあったお好み焼きを全て食い尽くしたのだよ。胃袋ブラックホールじゃねえの。ここまでか。いやここまででよかったっすよ。なんだもう少し食えるのにな。なんだこれ。腹が。鏡君大丈夫ですか。顔が真っ青、いえ赤く、いえ黒くなってます。鏡君どうしたんですか。まったくあれだけお好み焼きを食べたらお腹も痛くなるわよ。少しそこで休みなさい。ほらみんなもバカな勝負は終わり。雨が止むまでは静かにしててよ。はーい。やれやれキャプテン。ああ黒子いつからそこに。今ですけど。それより鏡君気を失ってるみたいなんですけど。は？気を失ってる？まさかあれを。あれ？何か心当たりが。ああいやまあなんつうかあれだな。やっぱり一番強いのは監督って話だよ。